皆さんどんな日曜でしたか。トモフスキー3時を回りました。トモフスキーのメトロノームカフェという番組が始まります。イエーイ、イエーイ。俺誰だ。俺はさて、今日はなんと195回目の放送みたいですが、久しぶりにこの番組にゲストがやってきてくれた。久しぶりにゲストがやってきてくれた。久しぶりにゲストがやってきてくれた。いやー、元気なゲストですが普段はこんなに元気じゃないです。おニーネというバンドの大塚くんです。大塚です。こんにちは。こんばんは。こんばんは。今日っていうか9日の日曜日は俺ライブやってた。そう。どこで？新宿ジャム。どんなライブだったかな？発売記念ライブだったんだ。じゃあきっと今頃ヘトヘトだいいライブだといいんだけどね。ねえ、よかったよかった。よし。というかね、ちょっとね、その前にね、そう、さっきからこんな話題でやりにくかったんだけど、誕生日の酒をあるんでね、あんまりね、酒の話が出るからね、バレてんのかななんてね。ちなみに今、そう、屋上で放送するの寒いから、いつも日本酒をね、飲むんですけど、ニーネの大塚くんにも無理やり僕が持ってきたお酒を飲んでもらってますが、そうで、なんかね、取る前にずっと酒はないのって言われてたからね、いやあるんだよって言いそうだったんだよ。誕生日って俺の誕生日のために持ってきてくれたの。これはね、トモさん誕生日コップまで用ってこれシャンパンってやつじゃないの、ひょっとして。これはシャンこれシャンパン。結婚式とかでパンってなるやつ。天井に線が当たるやつだ。これ、ね、あ、怖い。でもここは屋上だからどうすりゃいいんだろう、ね、天井がない。怖いんだこれ、いつ開くか。俺ちょっと遠くで離れて見てる。あ、でも止まらなかった。すげえ、すんなりよく開いたね。うわあ、じゃあ継ぎます。あ、ありがとう。ね、正確には俺の誕生日は14だから、あと早い、あと5日だ。ハッピーバースデー、ピーバースデー、ありがとう。Hey to you。 あと5日で俺も20歳か。ハッピーバースデー、おめでとう。誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。じゃあそんなわけで、導入がちょっと長くなりましたが、うん、今日のゲストのニーネの曲を聴いてもらいましょう。俺読んじゃったな。あ、お願いします。曲名は自分のことができたら。どうぞ。自分、あ、歌い出しちゃった自分のことができてからなんて思わないよ。Let's have a day.
アンチリアルロックから自分のことができたらでした。ニーネです。万歳。先月もう出ててお店にも並んでる。俺ももらっちゃった。いいよ。ちゃんと聞いたよ。っていうか俺これがさ出来上がる前の段階も聞いた。あ、そう、白バン、うん、シェルターに持ってったやつだよね。そうそうそう。ニーネの大塚くんはいつもね、こういうしたったらずなね喋り方をしてて俺がね、大塚くんと初めてね会ったのは NHK のね、あれ楽屋だ。そう、なんか公開録音っていうのがあって、でその時に楽屋で初めて会ったんだけど、もうその時からこんにちは、はじめましてとか言って絶対こいつはなんかちょっとやばい世界の人だなと思って、やばい世界の若者だと思って警戒してて、普通だったんだよ。いや、今もそう思ってます。今は我慢してこうやってシャンパンとか日本酒飲んでるけど、うん、そういう純度の高い、そう、何かね気はちょっと放送では、本当はこの放送には出ちゃいけない人かもしれない。あ、そういえば今日野村幸男捕まったんで、ついに。あ、本当は、うん、へえ、それはなんかダブルでおめでたい。ダブルでおめでたい。もうすぐ俺も二十歳になるし野村幸男も捕まるし、そっか、2年のアンチリアルロックも出たしね。ねえ、これは何曲入りですか。これ9曲入りなんだけど、いろんな SE とかで、うん、12になってるけど、街の音とかが入ってんだよね。そう、12曲入りで、足を怪我して松葉杖をついてる人のコツコツ言ってる音とかも入ってる。あー、それは全然分かんなかった。どっちだったっけな。駅とか民家付近の方かな。そうだったんだ、切ない。では事務的な質問をいくつかさせてください。はい、ニーネというバンドは何人組のバンドですか。あ、 3人です。お、大塚くんはギターボーカル。そうです。お、で、あとベースとドラム。そう、うん、あ、結成は、あ、結成メンバーが今になって3年ちょうどぐらいです。今のメンバーの前もニーネだったの。半年ぐらい。じゃあ3年半だ。3年半。あ、今まで何枚くらい CD とか出してるんですか。流通してるのが今ので、今回ので4枚。そんな。でもね、1枚目はもうなくなっちゃって、自分らで作って、 あのスタンパーとか作ってないから造反できなくて、もうなくなっちゃって、お店にあるのしかない。スタンパー、なんかこう、まあ、よくわかんないんだけど、1回限りのプレス工場で作ったから、造反するのがまた初めからお金かかっちゃう。あ、俺にはわかんない世界の出来事だ。そう、危ないやつだやっぱり。あ、なんか急に静かになったよ、うん、これ今までザーガーって聞こえてたのはエアコンの室外機が屋上にあって、ね、このラジオね、大抵いつもここで収録するんですけど、寒いべ。寒いし、こう見回すと白いね、全部。今日曇ってるしね。本当。これでもラジオで聞いてる人はどんなとこって思うんだろう。ラジオで聞いてる人来れないもんね。ここって関係者以外立ち入り禁止でしょ。
そうなんだ。からいくらニーネマニアでもトモフマニアでも、あ、ここで撮ってたんだ、記念撮影しちゃおうみたいな、ね、できないね、すぐできない。あ、まあね。では単語絡んだところでアンチリアルロックから、お、もう一個だ、さらに一曲。あ、俺じゃあね、今度話そうぜ、ニーネ話そうぜ、話そうぜ。話そうぜ。
そうぜでしたね。ね、ここでちょっと悪いんだけど、ファックスを、ね、読まなきゃいけない。うん。トモさんこんばんは、M ゾーです。M ゾー、うん、12月14日はトモさんの36回目の誕生日ですね。おめでとうございます。いやいや、年がバレてしまいましたね。まあいいや、その日にライブもありますね。あります。どんなライブになるのか今から楽しみです。はい。そしてその2日後の12月16日は私の友人美少年の26回目の誕生日でもあるのです。ニアミス。そこで一言トモさんから美少年におめでとうメッセージをお願いします。美少年、12月16日は26歳おめでとうございます。こんな感じでいいのかな。美少年さん、もう一つお願いがあるのですが、以下のメッセージをトモさんから美少年に伝えてください。すっげえ俺伝承バトのようじゃん、ね、美少年誕生日おめでとう。12月16日にあなたの生誕26周年記念パーティーをやってやることにしました。場所は可愛い店員がでおなじみのファミレスロイヤルホストです。夜ではなく昼やります。盛大に祝うのでお楽しみに。うーん、こういうメッセージをね、そう、公共の電波を使ってね、俺に言わせる、すごいね、M ゾー強者だよ。聞いてるのかな美少年は。聞いてなかったらなんだ ねえ。しかも集まる時間も言ってないのに、ロイヤルホストもどこのロイヤルホストか分かんないし、まあでも通過で分かるんだろうね、人たちには。さてさて、ここでまたニーネに戻るんですけど、ニーネのライブ予定。あ、ライブは近いのは19日が水曜日、新宿ジャムでパラガーの豊田くんとクゲさんのソロとやって。いいな、面白い豊田くん。いいな。で28日がね、Xサイト渋谷の、それ台湾ちょっと忘れちゃった。忘れるぐらいの台湾だ。そう。いいな。いいな。31の大晦日が新宿タワレコでインストアライブ7時からやって、その後に店員のユキさんっていうヒゲの人と一緒にビデオをね流しながら、その店内でお酒飲んだりするんで、みんなでお客さんも一緒に何、そうそう、 お酒飲むの。じゃああれだ、お近づきになれちゃうわけだ。もうすごい近い。あれ、これはドキドキ。大塚くんって何歳？俺って31。あ、そうなんだ。そう、すげえ若く見える。っていうか俺がすごい おじさんだよね。なんか立場的にすごく。なんか俺より一回りぐらい下に見える。カステラ見てたよだって。カステラは俺がまだ幼少期だからね。あれからもう、うん、なん。もういいや。さて、宛先を読まなきゃいけないんですけど、郵便番号 260-8625 ベイ FM ネオストリームナイトトモフスキーのメトロノームカフェ。じゃあファックス番号はニーネの大塚くんが 043-227-8011 です。メールでも受け付けてます。大塚くんが読みます。全部小文字でゆきアットマークベイ FM.co.jp です。言えてたかな。パソコンとか持ってる人？持ってるけど繋がってない、あの電話と。電話に繋ぐもんなの？パソコン。なんかメールをする人はね、電話線が必要らしいよ。だ電話、あのエッジでメールやってるけど。エッジってエッジページってこと？んー、じゃあ、あの電話の電話携帯みたいな PHS のエラーくなんです。なんで俺やらしいエッジページだけに使ってるのかと思って。俺でも自分にパソコンがあったら絶対エッジページにしか行かない。高いよ。高いの？のもある。じゃあ行かない。闇を知りたいな、日本の闇を。そんなわけで今日のトモフスキーのメトロノームカフェはニーネの大塚くんをゲストにお届けしました。どうも。
どうも、寒いところですみません。いやね、ちなみに来週もニーネの大塚くんとまた来ます。寒い寒い原宿の屋上からお届けするんで、じゃあ最後の曲も読んでもらおうかな。またかけてもらえるんだ。うつ気味デラックス OK です。いいね。うつ気味デラックス OK。 うつ気味デラックス OK。 うん、いいね。じゃあ今日はどうもどうもありがとうございました。来週もはい、よろしく。よろしく。おめでとうでした。いや、ありがとう。そうだそういえば喋りのリズムっていうのもこう結構なんていうのかな、安心できるっていうか、ほんのぼんのさせられるっていうか、ちょっぴり癒される感じするんですけども、大塚さんもこう同じ雰囲気の喋りのリズムをこう持ってる方だなってちょっと思いましたね。さあ、その気になるニーネのライブですけれども、12月19日水曜日新宿ジャム、12月28日金曜日渋谷エクサイト、そして12月31日には新宿タワーレコードでインスタライブあるということで、ぜひお出かけください。そしてトモさんのお誕生日12月14日ですね。もう日付変わって今週になりますね。金曜日ライブがあるということで、下北沢クラブ Q、 みんな一緒に誕生日ぜひ祝ってください。来週もニーネの大塚くんと一緒にやるということで、来週もお楽しみに。ベイ FM ネオストリームナイト、私春原由紀がお送りしています。続いてはベイエリアライブハウスインフォメーション。時刻は深夜3時を回りました。トマフスキーです。こんばんは。さあ、で、先週に引き続き今日もゲストにニーネというバンドの大塚くんがいらっしゃってます。あ、こんにちは、大塚です。ニーネです。ニーネです。寒くてすみませんね。なんかね、慣れてきた。慣れるんだろう。うん、温まってきたかな、お酒。あ、よかった。うん、風もなんとなく心なしかね、静まった感じで。でもね、すごいね、やっぱ今ここの日本時間では今6時ぐらいですか、5時半ぐらいですか。
なんですけど、もう全然暗いね。だから今日は大塚くんと一緒に皆様からのファックスやハガキを読んでいこうと思うんですが、暗くて字が読めないかもしれない、だからもし読み間違えてたらご了承、ご了承ください。では1曲目、やっぱね久々のゲストなんで、ね、大プッシュ、プッシュだね。またも今日の1曲目はニーネの曲で天気みたいに、君みたいに、アンチリアルロックからニーネの天気みたいにでした。天気みたいにでした。でした。では今日はニーネの大塚久夫さんと一緒にみんなからのハガキファックスをご紹介しましょう。ちょっと暗闇なので読めないかもしれないですけど、ラジオネームもぐさん。おお、いつもありがとう。ともさんの日曜日は競馬ということですが、そうです、はい、私は競馬開催6時だ5時か5時6時5時チャイム、このチャイム聞こえてんのかな、あんま聞こえないんだよねラジオだとね。そうなんだ、残念。ハガキ続けますと、私は競馬開催終了時の新宿方面行きの電車に乗るのが苦手です。すごい混むんだよあれ。そうなんだ、うん、競馬観戦の終えたおじさんがいっぱいでピリピリした空気が流れてるからです。多分負けた人たちですよね。ウィンズとかから違うよ、ちゃんとあるんだ競馬場が。知らないの、このモグさんは東京都府中の人で。あ、府中のだ。府中に東京競馬場っていうのがあって、うん、行ったことある。おでん屋さんとかある。あるあるね、蕎麦屋もある。うん、でなんだっけな、馬は好きですが、そういうおっさんたちは嫌いなんだって。トモさんも負けたらピリピリしますか。いや俺はね、ないんだ。ピリピリするほど真剣な予想してないね。だからああやっぱり負けたなっていう感じ。
では大塚くんに質問ですが、大塚くんはギャンブル関係は、あ、俺ねギャンブルやんないかな、やんない、何もしないの、うん、思い浮かばないから多分してない。じゃ競馬場に行ったことあるの？あるある。なぜ？それね、しかも開催してない日に行ったえ、開催してなくても、あ、じゃあどっかの周りに行ったでね、友達がよく行ってて、友達はね、この間に2万馬券が当たったっつって喜んでたよ。いいな。ちなみに俺この秋 G1 8連敗中、あ、1回も勝ってない。だから秋競馬が始まる前までは浮いてたんだけど、この秋だけでもマイナス3万8000いくら。ちゃんと俺6連敗で3万8000円。うん、8連敗。8連敗で、じゃあ 5波ちゃんと聞いてよ。5000円ぐらい使うんだ、1回。あ、だいたいね、1日行くと1万円使うんだけど。お、あ、勝ってるからね、時々は。うん、そっかそっか。時々は勝つんだけど、1万いかないんだ。ね。そう、ちょび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 マイナスが増えてて。え、麻雀もしないの？麻雀牌は知ってるけど、麻雀は知らない。え、じゃあボーリングやるときとかも、ボーリング健全にやるんだ。うん、全然。へえ。いや、掛け金ないもん。ダメですよ、皆さん、掛け事はいけませんが、掛け金なんかないよ、うん、だってそれ法的に。あ、そうなんだ。そうだよ、掛け事は悪い人じゃん。そうだよ。え、俺もしないよ。しないもんね。悪いのは野村幸代だけで十分で、ね、競馬って別に競馬はいいんだよね。ああいうのはなんつうんだっけ、公共ギャンブルでしょ。じゃあそんな感じで次の曲聴いてもらうんですが、これは俺ね、なんと俺ね、ニーネーの好きな曲があるんだ。トム・フスキの曲からリクエスト。俺ね、でもね、俺で実はすごいあれなんで、テープも全部持ってんだよ、あの、トモさんの。すげえ珍しい、珍しい人です。皆さん、カステラもだってテープで持ってるよ、あのインディーの時の珍しい人です。そうです。でね、これあのほら、なんか BS で見た弾き語りでね、ピアノで夜音かなんかでやってた両思いがすごい感動的だったんだよね。一人でやってたの？一人でやってた。あのシーケンサーのあの素っ気ないキーボードを弾きながらやってた。ローランドの可愛いやつ。そう、俺も持ってるよ、あれ。あれ安くて軽くていいんだよね。だから両思いが聞きたいな。そんな感じでトム・フスキンの両思いっていう曲をじゃあかけましょう。どうぞ。だー、冬が好きなんだよ。だI'm not afraid to die.
思い、ヘイヘイ、よー思いでした。いやー、ここでいいねのライブ予定。ロッテは19日に新宿ジャム、28日 X サイト渋谷、31日新宿タワーレコードのインストアとビデオ大会です。あとね、アルバムももう出てます。アンチリアルロックです。これやっぱ基本的にはタワレコとかに行けば、あ、うん、ゲットる、ゲットる。 UK のディストリビュートですって言えば多分大体取り寄せられる。おお、あ、ね、UK 関係なんだ。そうそう、じゃあ結構近いんだ。トムスキーも UK の人たちとよくつるんでる。そうそう、つるんでる。あらら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 、あらららビョーン。はい、真面目な話。真面目な話。あとなんかあるって。ね、宛先とか最初に読んでおっか。後の時間を確保するためにね。この番組では皆様からのお便り心よりお待ちしてます。おはがきの宛先は郵便番号 260-8625 ベイ FM ネオストリームナイト、トモフスキーのメトロノームカフェ、ファックスナンバー043-227-8011 043-227-8011、メールゆきアットマークベイ FM.co.jp。 早い。そんな感じですね。すごい倍速だ。宛先は常にトモフスキーのメトロノームカフェと書かないと、ここまではたどり着かないらしい、うん、この屋上までね。うーん、さあ、この2週間にわたって寒い寒いね、屋上から。寒いけど俺の体にもホット、お酒のおかげでね、うん、お酒、お酒本当手放せないよね。ねこの収録まいったな。ねお酒。そうそうそう、そういえばアンチリアルロックというニーネのアルバムなんですけど、うん、これにはなんと尾崎豊の、そうやっちゃった、カバーが、曲をカバーしてる。俺全然知らなかったんだよね、尾崎本当やる前。え、じゃないね、他のメンバーが尾崎豊ファン。そうそうそう、うん、ベースが尾崎好きでバイク盗んだり学校の窓割ったりしたの。ちゃんと真に受けて。うん、あのね、だから歌で変、トモさんの歌とか聞いて実行してる人いるよ絶対。俺の歌でそんなさ悪いことってあったっけ。だからあの塞ぎ込んでったりさ人付き合い避けたり。そう、避けたり。俺はでも夜だけ動くようになっちゃったり。いや夜は未だに好きだけどでもあれだ、俺普段は全然塞ぎ込んでないよ。あ、じゃあそれは歌にしなきゃ。普段はすごい息よよとタモリを見たりミノモンタを見たり。それ歌った方がいいよ。なんか君のトモペースに合わせるのしんどいとかより俺はタモリを見ているの方がいいかも。人に夢を与えるあ、そうなんだって急に思うかも。ニーネに言われたくないな、そんなこと。ニーネの曲だって全然人に夢を与えるじゃあ次は。でもニーネの方が多少前向きなのかな。どうかな。どうでしょう。なんかね、わかんない誰にもわからない。それは聞いた皆さんが決めることだね。そうだね。じゃあね、いい進めていい。いいよ。ね、最後に聴いてもらう曲は、一応2人が共通で知ってる曲をかけてお別れしようと思うんですよ。じゃあストーンズだね、うん、無理やりストーンズになったのなんかね、俺ちなみに俺トモフスキーは全然洋楽を知らなくて、うん、で何聴いてた。あのカステラやる前は洋楽。いや、あの何でも全部で。俺テレビっ子だったから。テレビっ子。ザ・ベスト10。あ、ザ・ベスト10でおにゃんことか聞いてたんだ。いや、おにゃんこはもうザ・ベスト10より全然後じゃん。うん、五代悟とか郷ひろみのリンゴ殺人事件とか。あ、知ってる。いけないルージュマジックとか聞いてたんだよ。あれ、それは聞いてない。あ、本当。なんでだろう、いけないルージュマジックはザ・ベスト10あんまり上がって。出たよ、出た出た出た。俺ね、トップに1位になった。トップなんだっけ。そうそうそう。だからセラマサノリ。ルビーの指輪じゃなきゃダメなんだ。あ、でもそれは買ってないんだけどあとヤングマンだ。ヤングマン、ヤングマンも知ってる。知ってるけどあんまりレコードは買わなかったけど。本当。そうそう。で、いろんな
そんな 俺なんだけど、唯一ストーンズの1枚だけリッド・イン・ザ・バトンズっていうアルバムだけは買ってて、うん、それはこのイエスタ・ディ・ペッパー、この曲がねすごい好きで、ね、俺の中でストーンズはこれだったら好き。他の脂っこいさあんじゃん、いかにもなんかまるでアメリカ人みたい、あの人たちイギリス人なんでしょ、なのにサティスファクションとかさ、うん、スタダメやとかなんかアメリカっぽいじゃん、ダンダンドンドンドン、そういうねバタくせえストーンズじゃなくて、うん、枯れてるストーンズがなんだこれでもこれならちょっとサイケだったりね、ポップだと思ってね。そしたらニーネの大塚くんは、うん、ストーンズすごい詳しかったから、でもねストーンズだけじゃないんだよね、ストーンズだけじゃないんだよ、うん、でも本当はベルベットアンダーグラウンドとかもね、サンデーモーニングだっけ、サンデーモーニング、これをかけたかったらしいんだけど俺その曲知らないだから仕方なく、うん、いやでもね仕方なくないよ本当、うん、この曲は好きなの、うん、好き好き、じゃあいいや、じゃあそんなローリングストーンズのイエスタデイズペーパーを聴きながらお別れです。ニーネの大塚くんともお別れ、あー悲しい、ありがとう、うん、またどこかで、うん、9で9あたり会っちゃうんだねはい、じゃあまたね